ズキンガラスは、長高スズメ目カラス科カラス属に分類される鳥類。灰色ガラスとも呼ばれる。北ヨーロッパ、東ヨーロッパ、東南ヨーロッパのほか、中東の一部地域で見られ、黒い頭部、喉、翼、お、ももの羽毛、くちばし、目、足が特徴的である。他のカラス科と同様に雑食性である。生態や形態は、ハシボソガラスと非常に似ていたため、 長い間ほとんどの研究者から一つの種の地理的な変種であるとみなされてきた。生息域が重なる地域で観察された雑種の存在もその見解に重要性を与えていた。しかし2002年以降、雑種の例は想定されていたよりも少なく生まれた、雑種も活動性が低い、という詳細な観察の結果、独立種としての地位に昇格した。飛んでいる姿ヨーロッパ北部。 東部で繁殖し、アシュも含めると生息範囲は南ヨーロッパと西アジアに広がる。イギリス北部やドイツ、デンマーク、イタリア北部やシベリアなど、ハシボソガラスと重複する生息範囲内では雑種が見られる。しかし、雑種は純系と比べ適応性が低く、ハシボソガラスと分離する理由の一つである。ロシア中部やイランなどの一部地域では、異種交配種があまりないか。 全くない。イギリス諸島では、スコットランドや、それに付随する、島々、ン島で、定期的に繁殖している。アイルランドでも広い範囲で繁殖している。周期、イギリス東部海岸では、数種の渡り鳥が見られる。かつては、一般的に見られていた。ドイツのベルリンにて、エジプトにて、色は、黒い頭部、喉、翼を、をももを除くアッシュグレーで、足と、 口しは黒である。他のカラス属と同様に周期は生え変わりとなっている。大きさで性別を見分けることが可能で、メスよりもオスの方が大きい。飛行速度は遅く、通常まっすぐに飛ぶ。大きさは48から52センチである。孵化直後のヒナは、大人よりも黒く、青か灰色がかった目と赤い口を有している。翼服は98センチで、重さは、 平均5 1 0ムである。灰色と黒色の違いは明瞭で、ハシボソガラスやミヤマガラスなど、多種のカラスと混同することはないが、鳴き声だけで区別することは困難である。学名コルバスは、ラテン語の渡りガラス、コーニックスは、カラスに由来している。長い間、ハシボソガラスの足と考えられていたように、形態や生態に類似性を乱すことができる。以下の分類。 分布は IOC ワールドバードリストに従う。ハシボソガラスと本種の分布を白線で分けたヨーロッパの地図コルバスコーニックスとハシボソガラスはヨーロッパ上ではサズのように分布している関連性の高い種である。この分布は更新世間の氷河の形成によるもので各個体が分離していき温暖化が進んだ後の二次的接触の際生息範囲を広げたものと考えられている。 この二種が遺伝的に同一であるということを示すため、ポエルストラを中心に、ほぼ両種の個体すべての塩基配列を決定させた。結果、DNA は0.28%程度の不足が、鳥類染色体18の塩基配列に見られた。このように、二種はこう絶やさないよう交配ができ、重複した生息範囲内では、交配が可能であるが、本種同士、 はしぼそガラス同士で、それぞれ交配している。外見上異種交配が妨げられているのは、明白である。ポエルストラはこれを、生態学的には、同類交配であると考えており、突然変異体感の相互作用により、これが新たな系統、急に現れる新種につながる。アニクニシュナント、アクヒラは代わりに、意思交配に対する、生理学、解剖学、 遺伝子の不足が見られるにもかかわらず、接触域を超える、意思交配に対して倹約ながら、恋のフィリアの説明を試みている。メディアを再生する雨戸井で食べ物を探す、鳴き声雑食性で、ハシボソガラスと同様のものを食べている、腐食動物である。低空飛行しながら軟体動物やカニを加え、ハシボソガラスと同じように高所から落として殻を割っている。古きスコットランドでは、 中身のないウニの殻のことをカラスのカップと呼んでいた。海岸の崖では、親鳥がいない時に、カモメやカワウなどの鳥の卵を盗み、卵を盗むために日出のメドリの隠れ場に入ることも、ある。小さな哺乳類や、鳥類やその死骸、死肉も食べる。アマドイや植木鉢、茂みの下などに、肉やナッツを一とした食べ物を隠す習性があり、その上で昆虫を食べることもある。 また、他のカラスが去った場所に食べ物を隠したかどうかを確認する。卵と生後10日の日直すす作りは地域により異なるが、冷えた時期の後半にされるということは共通している。ロシア北西部やシェトランド諸島、フェロー諸島では5月中旬から6月中旬、ペルシア湾岸では2月下旬である。イギリス諸島のより暖かい地域では4月が、 産卵期にあたる。大きな巣は高い木に作られることが多いが、断崖や古びれた建物や鉄塔に作ることがある。大きくないものでは、地面、地面に近いところに作られることがある。形状は、端細ガラスのものと似ているが、海岸に作られた巣では海藻を巣に織り込ませることが、しばしばあり、動物の骨や針金も、頻繁に使用されている。 4から6個の茶色の斑点がある青い卵の大きさは4.3センチ3センチで、重さは19.8グラムで、うち6%が空である。ヒナは万成性で、メスによって17日から19日間温められ、オスによって餌が調達される。生後32日から36日後に育っていく。温めたメスは自分の食べ物をヒナに食べさせることが報告された。 記録された長寿年齢は16歳と9ヶ月である。拓乱するマダラカンムリ格好の第二宿主となることがある。しかし、イスラエルやエジプトのようにカササギが生息しない地域では本種が宿主となる。定期的に農地や草地で駆除されている。アイルランドのコーク県の重海では1980年代初頭の2年で2万3000羽が撃たれている。 ユーラシア大陸の広範囲に生息しており、スコッチクロウやデニッシュクロウとしても知られている。スコットランドではフーディー、北、アイルランドではグレークロウと呼ばれている。ドイツではネブルクロウと呼ばれる。ハシボソガラスと本種の重複する生息範囲は北西にゆっくりと広がりつつあるが、ロシア除くヨーロッパ地域に300万羽の個体数がある。 穴の開いた袋から食べ物を探すケルト神話において、空風林の最後の方に鳥が現れ、モリガン、妻テトラ、カリア・ハベーランにも現れたことがあった。この話は伝承されており、ハイランド地方とアイルランドにおけるフェアリーと関連付けられている。18世紀、スコットランドの牧羊者が羊を攻撃しないようこのカラスに奉仕をした。フォロー諸島の伝承の一つとして、 生殖祭の朝に出かけた未婚者が、石や骨、芝生を投げ、その時に海を飛び越えれば、夫は外国人で農場や家に飛べば、そこから男性と結婚し、じっとしたままであれば結婚しないままといった内容のものがある。イングランド南部の冬に毎年訪れていた頃、ロイストンクローと呼ばれており、ロイストンの羊の牧草地で鳥の食べられる死肉が提供されていた。 1855年設立の地方紙であるロイストン・クローにはノースハートフォードシャー州会議の頂上部として取り上げられている。オスロの王宮の鳥室に描かれる37種のノルウェーの鳥のうちの一種である。ジェスロタルのジャック・フロストザ・フーデット・クローという歌はクリスマスアルバムのザ・ブロード・スードザ・ビーストのボーナストラックに収録されている。 ありがとうございます。